では今日のメンバー紹介していきます。まずはホームの相模原です。いつも通りの 4-4-2 で予想をしています。ゴールキーパーは囲い、フォーバック右から石田、水本、藤原、渡部、ダブルボランチは川上と田中で組みます。右に藤本純吾、左に松橋、そしてツートップ今日は浮田と船山という2人をセレクトしました。キーパーはビクトル、3バック宮部、大野、時田、ダブルボランチに前と隅田、右のワイドに下川、左に富山、トップ下に菊井が入って、2トップは横山と今シーズン初出場の村越海がこの11人です。キックオフから押し込んで、今度は最終ラインからボールをつなごうとします相模原です。藤原から渡部、ちょっとミスになりました。横山奪って、横山のシュート、ビルドアップのミスを見逃しませんでした横山です。前から行きます相模原、そこをうまくかわそうとしましたが、浮田のプレスバック奪いました。ただ再び奪い直して横山、背後にスピードがある村越が行きます。横山ドリブル1対2、横山行く、横山のシュート、先制アウェー松本山が、今日も横山が決めました。今シーズン3ゴール目、相模原がうまく奪って攻撃に転じようとしたところ、今度は逆にひっくり返して素早く2トップで攻めていきました。村越のランニングをおとりに使って、少し右に持ち出しながら、最後はゴールの左に決めてきました横山です。変化をつけてきました富山、入れてくる、まだあります、時田のシュート、セットプレーの流れから松本追加点、一度は跳ね返しましたがこぼれ球フリーでシュートを放ちました時田。ここで素早く反応してトラップで自分のシュートを打てる位置にうまくボールを落としました。左足で浮田が入れます。変化をつけました、浮田のボール巻いてきます、シュートに行きました、船山迷わず狙っていきました。一番外のレーンをサイドバックの渡部が高い位置を取っています。いいパスが出ました、藤本から船山、中で折り返す、ポストに当たりました。藤原持ち出して背後に出す、浮田が追っていきます、宮部が足を出す、こぼれて折り返し、藤本、1点返しました相模原。藤本純吾飛び込んでいきました。この背後へのパス、先に足を出したのは宮部だったんですが、こぼれたところサイドバックの渡部の正確なクロス、ファーサイドフリーで飛び込んでいきました。浮田もよく粘って、その結果渡部が落ち着いてあげることができました。フリーで奪って前から代わって入った浜崎、そしてシュート、少し距離がありましたけれども下川狙ってきました。その恩返しの気持ちで藤沼は今シーズン2桁得点取りたいと目標を話をしています。横山奪った、シュート、また決めました横山、自身の守備から今日2ゴール。藤原が内側を向いたところ、奪って迷わず、少し角度は厳しかったんですが逆のサイドネットを突き刺しました。うまく
く横山が落として前へ繋がりました。隅田右が空いています。下川オーバーラップをします。宮部落として菊井のシュート、キーパー囲いよく防ぎました。セカンドボールは松本、少し意思が合いませんでしたが取り返す。左足でシュート、終盤にダメ押し、富山が決めました。まあ、水本に寄せられてはいましたけれども迷わず打っていきました。19歳の横山も仕事をしました。そして長い笛です。アウェーの松本快勝しました。1対4、これで敵地でのゲームは3戦3勝。